老朽化のため移転工事が進められていた宝塚ホテルで今月21日のリニューアルオープンを前に今日内覧会が開かれました。宝塚ホテルは宝塚大劇場の隣接地に移転。旧宝塚ホテルの特徴である西洋文化の影響を受けた阪神モダニズムを継承して建てられました。メインロビーには旧宝塚ホテルで使用していたシャンデリアを移設し、実際に大劇場で使用されていたロン帳が飾られているほか、シンボルともいえる大階段などもデザインされています。宝塚大劇場のオフィシャルホテルとして舞台写真やタカラジェンヌが着用した衣装を展示するなどのファンサービスも。また伝統クラシックを受け継いだ広さ55平方メートルのスイートルームはリビングルームとベッドルームを備えています。そして支配人は、ようこそ宝塚ホテルへ。元タカラジェンヌの東華ゆりのさんが就任します。ロビーには現在の5組のトップスターの代表作ともいえるお衣装が5点飾られております。これは8月までの展示となりますので、皆様お早めに当ホテルにお越しくださいませ。2階にはビュッフェのレストランやカフェが並び、グルメも楽しめるということです。宝塚ホテルは今月21日にリニューアルオープンを迎えます。